大変です。速報でございます。はい。えっ、ー、と一号プリンさんから今いただきました。カブさん速報でございますよ。羽入さんの公式 YouTube チャンネルにてライブ配信をするということみたいです。えーえっと日にちはですね、8月10日の水曜日に実施する公開練習イベントシアープラクティス。えー、時間はあのお昼12時頃だそうです。 すごい嬉しすぎる、うんうん。公開練習なんて、えー、何年ぶりかしら。うん、公開練習の、えっと、ライブだそうですね、うんえー。プロになったら練習に姿なんて、えー、見られないと思っていたのに、無料でチラ見せしていただけるなんて申し訳ない気持ち。ライブ配信って投げ銭できるんでしたっけあ、できますよ。確か投げ銭。投げ銭うん 皆様、お昼ですよ。なかなかお時間合わない方もいると思うので、アーカイブで残してくれるのいいな。えー、かぶさんは早朝になりますかえっとね、お昼12時ごということなんで、結構な早朝になっちゃいますね。うん。まあ、ちょっと寝ちゃってる可能性もあるんですけど、えー、っと、まあ、アーカイブも残ってくれるとは思うんですけどね。うん。頑張って落ちてたら、ちょっと見てみたいなと思います。いやー、すごい速報でございますね。 それから、いちごプリンさんですが、ネットフリックスの羽生さん、ストリーミングの件についてですが、私が知る限りでは、羽生ファンがオフザケパロディとして、その宣伝画像を描いただけで、実際にはそういった事実はないということだったよなということみたいですね。すごいクオリティが高かったんで、ファンの間でもちょっとざわつきました。公式発表も言わんところはないです。ということみたいです。という感じらしいですね。うん。 えそして、イチゴプリンさんはもう1です、えー。中国は国の政策として、中国国内からは YouTube にアクセスできないからです。あそうなのか。なるほど。え、これ、きつくないですか え見られないから中国ファンはなんとかして見る方法はないのかと涙ぐましい努力をしている様子ですが危険な橋は渡らないでいてほしいなと思いますえ羽生さんは中国のファンのことも忘れていないと思うのでああ、そうなのか、なるほどだから見ることができないということなんですねうんいやでもそれにしても国民を洗脳させようとしてるんではないでしょうかロシアは多分見ることできると思うんですけど中国はそうらしいですね。 うん、まあハニューファンさんが中国にはたくさんいるので、えー、チャンネル登録もできていない状況ということらしいですね。うん、えー。レモンミカンさんありがとうございます。AI チャンネルではハブ欠陥、宇野雅美がき、坂本花織のほかに無数無限様という新たなる呼び名が加わりました。 なんかそんな感じでちょっといろいろんか言ってるみたいなんですけど「木更シ二ンさんレモンかん様」えー「ハブ結弦宇野正磨き坂本花,花織は分かるんですが結弦弦とは一体誰のことかとお聞きしようと思ったら今分かりましたあなるほどね結弦弦って結ぶって書いて弦ということなんですね、えー、坂本ちゃんの花織はなんか綺麗やるな AI チャンネルうん AI チャンネルってどんな風に運営されてるんですかね 本当、完全に全部投稿から何から何まで全部、あれですかね、AI ということなんでしょうかね。うん、だとしたらかなり楽な気はするんですけど、うん、なんか随分時代は変わったなって思いましたね。うんえー、マイク・ボーティナさん、ありがとうございます。カブ君、こんばんは。プロとアマの協会って昔から不明瞭ですよね。スケレンが選手派遣の首根っこを。 えー、抑えているので、なかなか言いたいことを言いにくいのではないでしょうか。えこの解決策としては、選手会を組織し、スケレンとの公共団体公共交渉権を行使するのも一番ではないかな。選手がスケレンにピンハネされることはあっても、えスケレン から何らかの経済的支援を受けることはほとんどありませんからね強化費をもらえると言っても特別強化選手のみでそれも20万だけですからねあのこんなの衣装代や交通費ですぐになくなりますよ20万だけかこれではかなり安いですよねしたがってアイスショーなどで稼がざるを得ないんですよせめて強化選手にも強化費の支給とかを考えて待遇改善を図るべきだと思います そうすれば、一種の給与所得者とみな,なされて、SK レーン所属の選手には、企業年金や、えー、医療保険の対象になるなどの改善も必要でしょう。現状では不安定な個人事業主ですからね、企業的な発想ではありますが、えー、それと個人参加も認めるべきかと。ただし、予選会などは必要でしょうが、えー、三浦香織君は回復しているそうですよ。きっと、会人の力、あ、三浦君、えー、回復ですかうん。 ま、謎の力があのかかって、ね、回復ということで良かったですね。うん。で、まあ、お金についてはね、その、まあ、例えば、今、うのくんは現役でや,やられてると思うんですけど、例えば、YouTube での収入とかも結構取られちゃうっていうことでしょうかね。スケーレンとかに。まあ、それはさすがにないのかな。うん。まあ、どこまでが取られて、どこまでが取られないかっていうところがちょっと気になりますね。 事件部さんありがとうございます。株君こんにちは。今日はちょっと落ち込みをしています。羽生さんファンの勢いに私も浮上のきっかけが欲しいです。え実は、宮にがひどく結膜炎になりました。寝てるときに目をこすったらしく、目の周りが赤く腫れ上がり、瞬きだけでも痛い。お医者、えっと、ガンめ名さんからは、またかと言われましたよ。ところで昨日は8月7日、7日分7日分といって、はかり、 掃除をすすする日にになっってていままこれは宗派によって有無があります私の家では臨済宗の檀家ですので7日盆に近い、えー、墓掃除をします。えー、ご,ぼごぼう様、ごぼう様浄土宗および浄土真宗のことです。7日盆はありませんえ。お盆前の好きな時に墓掃除をするんです。私は昨日墓掃除をしてきたんですが、この時にある異変がオーマイガーな出来事がでした。墓は山寺の 教会にあり、切り開かれておらず、うっそうと木が生い茂る中、あります。なので、毎年、毎年、蚊の大群が、えー、完全防備しても20から30箇所は刺されます。いるだけで周りからわっと押し寄せる感じは嫌ですね。なんか想像ができます。うん、あの感じ、ブーンってくる感じ。ところが、昨日はかかいなかったんです。え、なんでよかったですね。うん。 家に帰って2カ所だけ刺されてました。こんなことは初めてです。びっくりな一日でした。えーよかったじゃないですか。うん。なぜでしょうか。ね、最近多分雨も結構降っていたと思うんで、湿っていたと思いますから、川はたくさん発生していたと思うんですけど、これはなぜでしょうかね。気温が低かったってわけでもないと思いますよね。だって暑かったと思うんで。虫が減ってるのかな。うん。 えー、そしてマイク・マーティラさんも一とです。えー、株君こんばんは、えー。すご腕弁護士、心強いですね。しょうもないアンチをするといきなり、えー、内容証明の法的書類が届き、ビビるようになればいいですね。社会的制裁を。え h e Ice p h o t o の写真選びを半日悩みましたよ。カートに入れては出し、入れては。 え出し続けましたよ。え住吉りおんちゃん、4回転トーループを封印してみてえ、パーフェクトな演技を目指した方がいいのかなと思います。だって、とても素敵な選手なんだから、うん、まあ、そうですよね。だからあの、本当にパーフェクトをやってほしいなと思うんですよね。ただ、彼女の問題として、前もちらっと話したんですけど、4回転をやんなくても、他のジャンプをだけだったとしてもあの、ミスすることが結構あるんで、それがちょっと、 あれかなっていう感じですよ、ね、ただまあ、あのやっぱりまずはパーフェクトになって安定してから4回転トーループを入れてくるっていうの,あの4回転サルコーとかループジャンプもなんかできるっぽい話をしたんですごい年収ではすごいかなと思うんですけど本番に決めれればいいなってね思いますね。 あ、き子さんすみませんと、かぶくんこんばんは、覚えてくるとね、私は羽生くんの親戚勝手おばちゃんでした。読まなくてもいいよというコーナーですね、ちょっと読んでしまったんですけど、えー、これからもよろしくお願いします。えー、そして、y いさんどうもです。 ネット社会は匿名で書きたい方でなのでいいものばかりじゃありませんね。カブくんチャンネルの皆様の話で、宇野木選手は現役で YouTube を開設していたことにありがたく思いましたえ。ニュースにもなっていましたよ。芸能人は本田姉妹もすごいですが、羽生くんの人気はゴッドでしょう。うん。まあ、あの、そうね、ほね、もう、勢いが止まらないっていう感じで、なんかあの、えっと、生中、生ライブも行われるらしいんで、ちょっとこれは、 宇野選手としてもちょっとえマジでって思ってる可能性あるかもしれませんね。うんいやー俺もやろうかなとかって思ってる可能性もあるんでうん。宇野くんの、えー、アップロルチャンネルもなんか感化されて、ちょっと動く可能性ありますよね。うんはいでえっと。ここからちょっとあのくんの話になってきますんで、一旦ね。動画を止めていきたいと思います。